はい、どうもこんにちは。本日は10月19日月曜日、久しぶりにお休みで、ちょっと放送していきたいと思います。時間は夕方の5時20分ぐらいですね。だいぶあれですね、風力発電でお金が溜まってきております。で、新しい畑をちょっと買いました。34と39で、もうすでに一個にくっつけているんで、バイト君が今一生懸命種を植えているところでございます。あとは今大麦がちょっと値段が上がっているので売りに行っているところなんですけども、この上りがね、辛いな。木が変なとこ通ったな。おー、大丈夫か。よし、行くぜ。下りは早い。事故や。おー、あいつギリギリ止まった。キャノーラが、キャノーラちゃうわ、これやな。大麦まだだいぶあるな。もう一回いけるね。そうこうしている間にちょっと時間を早めてと。
結構稼ぐね。ウッドチップも売れるんだね。ちょっと見てみようかな。ウッドチップか。コーンがね。大麦の値段が下がってしまったな。ウッドチップに切り替えようか。ウッドチップが今値段上がってるし、これでいいか。やりたいことは山ほどあるしね。一旦これ置いてと。
ね。取れたかな。これでも1回じゃ足りないからね。
といっぱいあるね。無理やり行ったと。変なとこ入るもんじゃないね。かかかるこれ。羊さんにも箱持って行ってあげないとね。
当だ。時間がかかるな、これ。この先行けないしね。行き止まりでしょ。
まだ甘いとこ来ちゃった。よいしょ。間違えたな、これ。あれやな。
その他、あ、いっぱい？もう入りすぎた。こんないとこに入れすぎたんか。よし。じゃあ次。羊さんとこ行こう。刈り込みながら。
うとこれを上がって。あ、また看板倒しちゃった。ここ登りがきついです。もう満タンになるな。すぐ事故るね。よし、卵を打って、チャリーン。人が歩いてるね。下にご飯あげて、やっぱりなかったな。はい、どうぞ。羊さんとか全然減らないね。あ、もう来てる。あれ？来てないな。まあいいや。羊さんのとこへ帰ってった。
りでやるとかなり辛いな。よし、おじさんのところまで帰るぞ。安全運転でね。これまっすぐでいいんだ。
こ置いとこか。羊さんは頑張ってるな。ここはどうなってるかな。ホイト君頑張ってますか。まだやってるね。いいのはいいね、やっぱり。
暑いな。プレステだけなんだけどね、電気ついてるのは。やばい、もう肥料がない。広げすぎたかな。変な形やしな。よいしょ。足りるかな、この一列ぐらいは。あー、ちょっとなんか泣いてるよ。やめてくれ。あー、足りなかった。もういいや。とりあえずこれは置いといて、入れに行くか。遠いんだよな、ここ。あったね。ああ、もう1時間だね。入れといて、ちっちゃい方でいこうか。何もできてないな。くれない。本当に危ねえな。あれでよく落として倒すんだよね。そうなるとあれなんだよ。よいしょ。ラブン。こっちの方がいいかな。ここなんで、ここなんで植えてないんだあいつ。バイトの野郎はちょっとサボりだな。あー、これの方が見やすいな。どうしようかな。
でも量がね持ってこれないからな。よし、いや畳まないでいいよ。見やすいんだけどな。危ない。あ、長く。セーフ。あらら。穴開いてるよ。もうすぐ確かあれだな、タイマーが鳴るな。さい、すごいとかでかかったらどうしようかな。焦るな。大きいとこうなるんだよね。時間がかかるからな。問題だね。あ、あ、ちょっとちょっと、あー難しいな。
降りちゃった。よし、あと穴開いたとこを修復しようかな。まあいいか。でもこれは気になるな。びっくりした。これがタイマーです。別に放送時間とかじゃないんだけどな。ここのスプレーが終わったら終わりでいいかな。ちょっとだ。ちょっとだ。オッケー、足りたね。では続きはあとバイト君に任せといて、
とりあえず一旦放送は終了したいと思います。なんかほぼ無言でつまんないんですけど、作業自体は一応しているので、よかったらねまた続きも見てください。なんだろう、なんか喋ろう。でもな、一人でちょっと喋れないんだよな。なんかないかな。まあいろいろやっていきましょう。今ね、作物の成長速度を止めているので、さっきの畑の植え込みが終わったら、とりあえず成長させようと思います。いっぱいになってるかな、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送、お楽しみに。バイビー。